皆さんこんばんは。ちょっと、あ、ちょっと、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきますよ。はい、まあ、本日はね、まずお知らせがありまして、ツイッターではねお知らせしたんですけれども、10月28日から31日まで年輪ピック笑顔の愛媛2000、待って、笑顔の愛媛が漢字間違えてる、おバカすぎる、あーどうしよう、書いとこ、それかツイートし直そうかな、どうしよう、まあいいや、一旦置こうそう、その年輪ピック2023は愛媛県で行われるんですけど、その総合開会式に出演させていただくことが本日発表されました。やった。はい、ということで、またね、そのチームメイトは活動を中止してしまったんですけど、こうやってまた愛媛県でお仕事させていただけるっていうのはとっても嬉しいので、はい、嬉しいです、頑張ります。どうしよう、ツイートし直そうかなツイートし直そうかな、まあいいや、漢字間違えたっていうことでリツイートしとこう。引用リツでいきます。どうしよう、まあ申し訳ない、リツイートし直します。ちょっとこれは一旦ここでやるっていうね、待ってね、今
じゃあこれでいこう。ちょ CP ってやっちゃった。一応これ仮括弧入れとこ。よし配信でツイートし直すっていうね。はい、まあそう精一杯、まあもう開会式を盛り上げていけるように頑張ります。あとはね、あの長久保孝和の極めて怖い話2023のあのメッセージ動画みたいなのもツイートアップされてるので、まだチェックしてない方は私のツイッターで引用リツイートしてるから、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。あ、動画見たよ、ありがとうございます、嬉しいです。まあ極めて怖いから怖いですタイトル通り、うん、タイトル通り。あ、結構見てくださってる方多い。ありがとうございます。ありがとうございます。さあまあね、ちょっと今日は、まあ、一つお知らせをさせていただきました。ありがとうございます。さてと、じゃあ本日はね、何の話をしていく？イエイ。イエイ。ちょっと目薬入れよう。全然目薬入れてないから、ちょっとここで、ちょっとあんまり意味ないかもだけど、目薬入れるわ。まあ、入れないよりかは入れた方がいいでしょう。やばすぎる。何の話しようかね。目薬はね、まあ普段からよく入れてるんで慣れてます。
そう、やっぱほんと画面見てると目乾いちゃう。乾い乾いちゃいます。何の話を、何の話する？2回言った。いや2回って言っても、何の話しよう、何の話するってするってみんなに聞いてるから、同じことではないよ。なんか昨日、あれ昨日って私配信したよね。なんか昨日すごい配信した感じが全然なくて。いや、やったよね、絶対に配信は。やったやった。ね、なんか急に配信したかどうかめっちゃ不安になっちゃったんだけどそんなことある？そろそろいいか。やばい、何の配信し、何の話しよう。何も思いつかんやばすぎ、何も思いつかんな。じゃあ私はもう皆さんにこの質問をします。皆さん何か聞きたいこととか、この話してっていうのがあったらコメントに書いてください今日は雑談です。まったり雑談です。万年筆は全く使わんね。うん、全然万年筆使わないよ。持ってはいるけどね。そんな小学生の頃に、小学生だったかな、あれ、あの真剣ゼミやってたんですけど、それの付録じゃないっけ、あれ付録だったような気がするんだけどな。で万年筆があって、1回2回ぐらい使ったけど、あんまりねそっから使うことなかった。好きなスポーツ何ですか？ないですね。ないね、好きなスポーツはないや。まあ強いて言うなら、まあバスケは
学校の授業でやるスポーツの中ではバスケは好きな方だったけど、特にそのまあごめん、自分でやっててじゃないかもしれないね、もしかしたら見るので好きなスポーツはって聞いてるかもしれないし、わかんないけど自分でやるスポーツで好きなのは特にない。そう、私体を動かすのは嫌いじゃないけど運動神経はそんなに良くなかったから。そうそう、卓球うまそうなイメージ。ほんと？卓球超下手だったよ。小学生の頃にさ、卓球クラブみたいなの入ってたけど、いやでもあれ卓球、なんか卓球とバレーボールをやるクラブみたいなの で、私ちょうどそのクラブに入ってた時にあんまり行けなくて、そう。でも卓球1回ぐらいしかやんなくて、で、高校生ぐらいになってからやったけど1回、授業で。まあ下手でしたね、卓球は。はい。でもそれよりもバドミントンの方が下手だった、私は。バドミントンが一番苦手。あ、でも一番難しいな。サッカーも苦手だったからな。でもバドミントンは本当に苦手でした。マジでできなくて、むずい。バドミントンマジでむずいんだけど。そう、なんか相手のコートにちゃんと飛ばないんですよ。あの、はい、あとサーブができん。まあだから本当にバドミントンはマジで下手でした、私は。あ、でもね、そう、ぶっちゃけね、運動神経とダンスって関係ないと思ってるんですよ、私。そう、マジであんまり関係ない気がするんだけどね。うん、よく言われる。ぶっちゃけ関係ないような気がしますね。うん、サーブは下からでもダメですか？できん。下からもむずくてようわからんかった。なんか下からの方がむずくて、で上からもむずいし、どっちもむずいからうまくいかないんよ、マジで。サーブもう本当にサーブで苦戦しました、バドミントンで。あの、相手のコートなんか最初半分以上まで飛ばさないといけないんだっけ。それがねマジで無理だった。届かんってなりました。だよね。そう、私はあんまダンスとスポーツはマジで関係ないと思ってる。まあ、ダンスはスポーツではないような気がしてるから、まあちょっと微妙だけどちょっと違うなって思ってて。そう、運動神経が悪くてもね、別にダンスを踊ります、おそらく。でまあプロスポーツもそんなに見ないから、あんまり、そうね、スポーツをあんま日常で感じることは私はないや。うん、そうね、まあでも体を動かすのはね
嫌いではなかったから。ただでも長距離は苦手でしたね。まあ順位は真ん中ぐらいは狙えるんだけど、あんまり好きではなかったね。やっぱしんどいからしんどいからそんな好きじゃなかった、長距離走は。まあ、足もねそこまで速くないからね、若干遅いぐらいだと思う。ちょっとわかんないけど。こんな感じですね。ピースで間を埋めようとするやばすぎん。そういえば今日も100均行ったんだけどさ、全然銀手のストラップのやつがないんだよね。そう、もうこれは自分でハンドメイドするしかないのだろうか。ないんだよな。困ってますね、私は非常に困っております。そう、全然ね見当たらないんだよマジで。カナピッピなんだけど。
そう、いろいろあるから探してみたんだけど、なくてどこも。困ったもんだな。そう、困ったさんなんですよ、非常に。いやー、困ったなー。そう、ないんだよね。困っちゅう、困っちゅう。そう、マジでどこの百均いてもないんだよねー。叫んじゃう。叫びはしないけどさ、なんでだよーってなっちゃう。 そう、会っておくれよってなる。これはあれか、タワーレコードで買うしかないのか。っていうのをね、最近思ったのよ。見つかんないなって。そう、めっちゃストラップにして持ち歩きたいなって思ったんだけどさ、最近取れた銀手を。ないんだよね。百均どこ見てもないの。まあもうちょっと百均あるところちょっと探していろいろ見てみようかなとは思っております。
ね、なんか意外にこんな見つからないもんなんだなって思いましたね。見つからないね。っていうのがまあ最近の悩みでございますね。そう。さあここからどうしよう。やばい、もう話の話題が全然ない。泣いちゃうよ。本当にね、今日ももうまったりで申し訳ないです本当に。そう。かき氷は何が好きですか？一番食べる、まあ好きなのはいちご、まあ一番食べるし、でもあんまいちご以外をそんなに食べたことがなくて、まあ、かき氷自体最後に食べたのめっちゃ前なんだよね。いつが最後？高校3年生の時に学校で、まあ、勉強会みたいなのを終えて、ちょっと勉強お疲れ様みたいな、ちょっと夏のなんかちょっとだけちょっとした会を開くみたいなのでかき氷食べた気がする。つまり高校3年生ってことは2018年、5年前ですね。5年前が最後です。そう、やっぱ高校3年生ってめちゃめちゃもう勉強する時期じゃないですか、まあ、人によるけども、それはで、まあ結構もうずっと夏休み中も毎日学校で勉強してたからさ、そう、まあちょっとお疲れ様みたいな意味も込めてちょっとした会を開いてっていうことありましたね。かき氷シロップはどの味も同じって知ってた？知ってる。そうね、高校3年生の時は夏休みなかったかね。なかったね。なかった。
2日間ぐらいあったんだっけ、何も覚えてないんだよね。なんちゃ覚えとらんマジで。頭が痛くならないかき氷が食べたいと思って早数年経ちます。なんかあれだよね、ふわふわしてるやつは痛くならないって言いますよね。そうそう、夏休みは宿題を初日にほぼ終わらせて残りを遊び尽くしてた。えらっ、えらいね。私はもう最後まで食べる人間だったよ。もうあのなんか残り1週間ぐらいと、いや残り3日ぐらいで泣きながらやるみたいな。で自由研究とか読書感想文をお父さんに手伝ってもらうっていう夏休みを毎年過ごしてましたね、小学生は特に。もうちゃんとね、あのなんか毎日何ページやるとか決めてやるの、もうそれ決めてやるの最初の2日間か3日間ぐらいです、マジで。もうそっからやりません、正直。私はやらなかった。だから早めに終わらせる人がね、めちゃめちゃすごいなって思いましたね。終わらせるのが偉いです。あ、そこからありがとうございます、嬉しいです。夏休みの宿題を提出していないのを先生が忘れまでが戦いでした。まあまあそれ痛感、そんなことない。そんなことある。ちゃんと出しましょうそれは。今ね学生の方はもう夏休みの宿題、まだ夏休みとかまだか、でも宿題はちゃんと提出しましょう。遅れても出そう。メンバーに宿題を教えたりしてないの？あんまなかったね。私別に勉強できるわけじゃなかったので頑張っ、でもあんまり教えたことないかな。どうだったっけ、ちょっとあるようなないような。でも私本当にね頭は良くないからマジで教えられなかったね。そう、申し訳ないなって。今教えてって言われても絶対に無理、無理です。教えられる自信は全くないね。
顎を描いた。はい、ということで、じゃあ今日はちょっとねあれなんですけど、ここら辺で終わりにしたいなとは思います。今日もね見てくださってありがとうございました。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から、13位片栗コチュロース、あー変わっちゃった。13位がディスクさん、12位ナナタさん、11位片栗コチュロースさん、10位モノサルさん、9位キャパさん、8位プレジョンさん、7位飯田ひろゆきさん、6位ソランさん、5位アーキーさん、4位ロミツさん、3位マモさん、2位夏目さん、1位が玉国さんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみー。